日内は海上自衛隊の多用途支援艦。諸外国海軍の公用衛星に相当する。日内型多用途支援艦の一番艦である。この艦級における艦名はナダの名前に由来しており、日内は日ナダに由来する。当初は武装を有していなかったが、後に環境上量限リ2 7ト、mm、ル機関重要重化が設置された。なお、 12.7mm 機関銃は搭載かけ扱いであり、常時重下に設置されているわけではなく、必要に応じて設置される。非打ち型は前期建造艦と後期建造艦で装備が異なるが、火打ちは前期建造艦であるため、外洋行動時の運用性、居住性向上のための原用タンクと潜水艦に対する訓練支援用の水中通話機が装備されていない。 中期防衛力整備計画に基づく平成11年度計画980本型、多用途支援艦4301号艦として、日本港艦鶴見造船所で2001年1月8日に、寄港され、2001年9月4日に、浸水、2002年3月27日に収益し、呉れ地方大霊下の呉れ警備隊再帰基地分献隊に、編入された。2008年2月20日、 再基,基地文献体に、心臓の同系四番艦、限界が編入されることに伴い、舞鶴地方隊に編成がえ、2011年3月25日、福島第一原子力発電所に注水する真水を、積載した米軍のバージを原発付近まで栄光した。バージはその後、横須賀地方隊の引き船によって原発まで栄光された。2013年10月5日、 標的艦となった Q は、真雪を射撃処分海域まで栄光した。2017年1月22日から1月23日、護衛艦 Q が、ウダロイ級駆逐艦、アドミラルトリブズ、ボリスチリ緊急補給艦、ボリスブトマと共に、ズ鶴港内と若狭湾北方海域で、ロシア海軍との捜索救難共同訓練に参加。同年4月3日、 地方隊の部隊改編により、マイズ地方隊直轄からマイズ警備隊令下に、編成がへ。2018年7月5日から10日にかけて、マイズ湖及び、若狭湾北方海域において、護衛艦、朝霧等と共に、日露捜索、救難共同訓練に参加。ロシア海軍からは、駆逐艦、アドミラルトリブズ、アドミラルビノグラードフ、補給艦、ペチェンガが参加。 2021年3月9日、マイズル港にて電力会社と連携した災害時電力供給訓練を実施した。これは2018年にマイズル地方総幹部と電力会社4社が結んだ災害時における連携協定に基づいたもので大規模地震や豪雨で孤立した地域や離島の電力が喪失したという想定で実施された。参加した。 自衛隊員や電力会社の社員約70人は、日打ちに電力復旧車両を積み込んで、海上輸送する手順などを訓練した。2021年6月16日、第8艦区海上保安本部と、海上自衛隊舞鶴地方隊による、豪雨災害を想定した、共同訓練に参加。両者は、災害派遣に関する協定を結んでおり、訓練は、 発災時に必要な手続きの検証が主な目的とされた。大雨で河川が氾濫し、行方不明者が発生して潜水士が足りなくなり、八巻が毎地帯に災害派遣要請を出したが、道路が冠水し陸上交通が途絶したとの想定の中、日内は毎地帯連絡員を上官させて八巻に、 派遣するという任務を帯びて、北九岸壁を出港、約40分で舞鶴西港の発艦村に着岸した。ありがとうございます。